はい、始まりました。今回はデッキ紹介の動画です。はい、動画投稿は久しぶりですね。確か2週間ぶりぐらいになります。僕もこの新しいパックでオーバーレイが当たったということで、オーバーレイデッキを作っていたら、ネットで調べてるとね、なんかメサイアドラゴンとイリテバンを使ったデッキがあるということで、そっち寄りにしてオーバーレイを使うということでデッキを作ってみました。デッキの中身こんな感じなんですけど、枚数から、はい、牽制メサイアドラゴンが3枚で、オーバーレイさんが2枚で、次はマジックなんですけど、装甲ギターが1枚ですね。制限にかかるんで、1枚で、こちらですね、デッドソードが2枚です。で、絶好標準が3枚の、ブレイブドローが3枚で、ネクサスが炎の楽園が3枚で、剣の誕生地が3枚で、こちらネクサスのさまよう天空寺院が2枚で、ブレイブです。イリテバンが3枚、トワイライトファンタジアが2枚、トゥルースエデンが2枚で、ここが、ロードブレイバンが1枚、ゴルニックイーグルが1枚、ガイミムス、ヘッジホック、スターダストキャリバーンで、ベスパー、封印されし神剣、スカルブレイン、ダークソード、ダークブレードで、ケルベロード、エンジェリックフェザーが1枚です。このデッキですね、ブレイブが、合計18枚ですね。18枚と、スピリットが5枚っていう偏ったデッキになってるんですが、オーバーレイの効果で、回し方はオーバーレイの効果で、ここがダブルブレイブができるようになるんで、イリバテインをメサイアドラゴンにダブルブレイブするとコピーして、4回アタック時効果が打てるということで、ここら辺のですね、汎用性の高いブレイブを集めて、効果をコピーするっていうデッキですね。で、このデッキも組んでまだ1週間ぐらいなんで、ここら辺の1枚差しのカードは変わってくるんですが、今のところトゥルースエデンからの、ここですね、メサイドラゴンとオーバーレイを、ノーコスト召喚で、この時に、トワイライトファンタジアや、ここですね、エンジェリックフェザーとかのソードブレイブもついでに出していきます。はい、ネクサスはここですね、1枚ずつの説明からいくと、走行機弾は2ドローで、デッドソードは自分のネクサスじゃねえよ、自分のブレイブを破壊することで、そのコスト以下の疲労状態を2体破壊するっていう効果ですね。で、剣士がいれば、系統剣士がいれば、手札に戻ってくるということで、2枚です。で、防御カードに絶好表示で、ドローにブレイブドローですね。あとは展開するために炎の楽園と、ドローですね。ここ、次の誕生地が入ってます。で、ここら辺のブレイブがなんで入っているのかというと、ロードブレイバンが1枚場にあればですね、ダブルシンボルと、ダブルブレイブはメサイア、ダブルブレイブすれば、4つのシンボルなんで、1回ロードブレイバンコピーすれば5点ダメージが入るんで、一撃必殺にロードブレイバンが1枚ですね。あとは、ここの紫系を、3枚多めに入れているんですけど、デッドソードの軽減用に3枚ですね。主に赤のブレイブと入ってます。で、多めに黄色が3枚と紫が3枚ずつですね。はい、黄色のここら辺はトワイライトファンタジアの能力を生かすために、指定アタックができるように、ここの2枚ですね、入ってます。はい、で、バルガンナーじゃなくて封印されし真剣なのは、トゥルセーデンからの効果を狙ってこちらです。はい、デッキの内容はこんな感じですね。今回はメサイアドラゴンを使ったデッキの紹介でした。